そういえばおかゆんは人間換算で言うと何歳なの？そこ結構難しくて、前に運営さんにこうプロフィールを皆さんに、そのリスナーの皆さんに出すので、なんとなく、猫さんなんで人間の年齢みたいなものを教えてくださいみたいな言われて、あーんと思って、そうだよなーと思ってさ、人間と猫だと年の数え方が違うしなーと思って、で一応見た目は16歳ぐらいなのかなーと思って、16歳ぐらいの見た目ですって書いて送ったら、なんか猫年齢で16歳だと思ってる人が結構いて、だから見た目は16歳ぐらいってことなんだけど、中身は猫で言うと、結構おばあちゃんですかね。そうそう、おばあちゃんっていうか大人だよ、大人の猫だよ。そう、ちぐのさん、ワールドさん、ケイレットさん、メシャバキさん、ありがとう。そう、大人なんだよちゃんと。そう。そうそう、コロさんは91歳だから、あそこまではあれじゃん、年上じゃないんだけど、ちゃんと大人です。ちゃんと大人です。誰だロリババーとか言ってんのは。違わい違わい。しずくさんメンバーありがとう、いらっしゃい。ロリじゃないしね、しかも別に。そうだよ、ロリってもっとこうちっちゃい子でしょ。ロリババアでもとかじゃないから、ロリババアではないんだ。コロさんよりはね年下だよ僕は。何気にね、コロさんの方が背が高いし年上だから。そう、実はコロさんの方がお姉ちゃんなんだよ、知ってた？初コメスパちゃんありがとう。Thank you スパちゃんありがとう。そうだよ、僕は大人だからお酒も飲めるしね。そうそう、そうだよ、コロさんの方が背高いんだよ。意外な気がする。そうだよね。ちょっと昔の話をすると。